傲慢な御曹司様は恋の奴隷になりたい。チャンネル登録お願いします。恋愛は楽しむもの。辛かったり苦しかったり、そんなものを恋と呼ぶなんて俺は知らなかったんだ。エール化粧品本社、失礼します。志倉沙耶、26歳、清掃員としてこのビルに派遣されて半年。よし、社員さんが戻らないうちに張り切ってやるぞ。月始めのこの時間、社員が一堂に集まり、社長の訓示を聞く間に重役室の掃除をしている。今や我が社は従業員8000人を抱える日本有数の化粧品会社へと発展を遂げ、海外にも拠点を数多く出展する。なあ湊、ん？親父の長くてくだらない話、いつになったら終わるんだよ。常務、お口が過ぎますよ。俺はここにいる従業員の声を代弁してるだけだが。目が合っちゃった。やめてください。また勘違いする女性社員が増えます。別に構わない。おとい、そんなこと言ってるから。エール化粧品の常務は軽薄な女好きって噂されるんですよ。しっけえな。来る者は拒まないだけだ。それに独身の男が女を好きで何が悪いなあ。まあそのせいで幼馴染のお前を秘書につけられたのは計算外だったが。ところで今夜の元井様の誕生パーティーですが、招待客は全員出席とのお返事です。あと個人的にお誘いしたい方がいれば招待状をご用意します。30歳にもなって誕生パーティーなんて、恥ずかしすぎて誰も呼びたくないね。どうにかならないのか。ご両親たっての願いですよ。区切りもいいですしね。誕生パーティーなんて表向きで、実際はあちこちのご令嬢を集めた集団見合い。俺は特定の女から束縛をされるのはごめんだ。とりあえずパーティーは適当にやり過ごそう。常務、顔色が。いつもの偏頭痛だ。悪い、先に戻ってる。あと頼む。かしこまりました。天気がいいから油断した。早く薬を。俺はいつまでも自由でいたい。やっぱり窓拭きが一番好きだな。窓の外の景色がどんどんクリアになっていく。 My grandfather's clock was too large for the shelf. My grandfather's clock。 何の歌？大きな古時計よ。幼い頃、母がよく歌ってくれた思い出の曲。あの頃はまだ実家も裕福で、好きな習い事もさせてもらって幸せだった。でも12歳の時に母が病気で亡くなってからは、父は仕事に身が入らなくなり、たった2年で再婚。父が経営していた貿易会社は倒産してしまって、関西の義母の実家に身を寄せることになり、私は居場所を失った。高校卒業と同時に上京して、今はこの仕事が私の居場所。 It was tall love I have and the old man himself though it way not a pain。 小鳥が鳴いてる。しかもなかなかの美声だ。傲慢な御曹司様は恋の奴隷になりたい。各電子書店にて好評配信中。スターツ出版が運営する小説サイト&アプリ、小説サイトベリーズカフェ、オフィスラブや異世界ファンタジー小説が無料で読み放題。詳しくは概要欄から。チャンネル登録
お願いします。